大位競馬、11レース、日刊スポーツ賞、1400です。能力偏差値ですが、B ランク1等、C ランク2頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は、日付の時系列、右端が今回のレースとなっています。 指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。3枠3番トゥースパークルです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは b ランクとなります。金5層では前走3層前。走前4。走前に黄色線を上回っています。 能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。前場比較のグラフへ切り替えます。この馬の赤色はトップグループの一角であることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっている。一層前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が14003層前は？ ピンク色の着順が一着で、紫の丸が1400、1400は敵距離です。展開面を見ていきます。先行力分析シートで、レース展開予想を解説します。一角侵入予想図ですが、逃げ馬が一頭います。先行タイプが一頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、 この馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは1走前は花を切っての競馬です。3走前は2番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は55でトップです。上がり指数は35で4位です。楽に先行できる高い先行力を持っています。展開面は。 プラス評価をしていいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています6枠6番、ティアラフォーカスです能力偏差値は2位で、偏差値ランクは C ランクとなります金5層では、2層前に黄色線を上回っています特に2層前は、黄色線を19上回る優秀な指数をマークしています能力的には、トップグループの一角で、連体確率は高いです 距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1200、5層前は、紫の丸が1200、昨年の12月の紫の丸、1600で、低指数となっています。1400は若干長い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は花を切っての競馬です。5層前は花を切っての競馬です。 鼻を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は48で3位です。上がり指数は30で5位です。平凡な先行力で逃げられないリスクもあります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。2枠2番、マックスです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。 金5層では、2層前、4層前、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は、紫の丸が1600、1層前の紫の丸、1400で、まずまずの指数をマークしています。1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている2走前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は53で2位です。上がり指数は43でトップです。まずまずの先行力で逃げられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明け叩き2戦目となります。 叩き2層目の上積みを期待できますレース間隔はプラス評価していいです上的性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地大井での出走です地方での指数は、中央と変わりありません次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠7番、キラカイです能力偏差値は4位で、偏差値ランクは D ランクとなります 近五層では、三層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的には、二番手グループの一角で、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている三層前は、紫の丸が1600、1層前の紫の丸、1400で、指数を下げています。1400は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。 指数がピークとなっている3走前は九番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は22で7位です。上がり指数は36で3位です。平凡な上がり指数で、差せないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。一枠一番。 ウィニングメイビーです能力偏差値は5位で偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には劣ります。3着候補までで良いと思います。距離適正を見ていきます。指数がピークとなっている2層前は紫の丸が1600、5層前は紫の丸が1600、3月の紫の丸1400で、 低指数となっています1400は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっている2走前は花を切っての競馬です5走前は5番手からの競馬です先行も差しも良い自在タイプです展開分析シートに切り替えます先行力は48で4位です上がり指数は29で7位です先行力、上がり指数とも平凡で 自在に立ち回れないも若干あります展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは3番トゥースパークルです能力偏差値はトップの B ランクです距離と展開と枠順を高評価しました対抗丸を打ったのは 6番ティアラフォーカスです。能力偏差値は2位の C ランクです。距離にリスクはありますが、枠順を高評価しました。馬券ですが、二重丸を打った3番トゥースパークルを軸に、相手は丸を打った6番ティアラフォーカスと黒三角を打った2番マックス3着はその他印から選んでください。